皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1990年公開のネイビーシールズ。現代、ネイビーシールズ。監督はルイス・ティーグ。脚本は、チャック・ファーラーとゲリー・ゴールドマン。主な出演は、チャーリー・シーン、マイケル・ビーン、ジョアン・ヌー・オーリー・キルマワ、など。中東でアメリカ海軍のヘリコプターが撃墜され、そのクルーが人質となった。彼らの救出に向かったのは、精鋭を集めた特殊部隊ネイビーシールズ。ネイビーシールズは、過激派グループがテロ行為を行う前にミサイルを奪還しようとする。というストーリー。アメリカ海軍の特殊部隊であるネイビーシールズをメインでフィーチャーした先駆け的な作品。と言ってもリアリティよりはかっこよさが優先で、とにかく勢いで押し通していくのはご愛嬌。子供の頃におもちゃの拳銃を手にドンパチやってた感覚そのままの内容だが、何も考えずに見る男の子用のアクション映画と割り切れば、それなりに楽しめる。ということで、評価は。Thumbs up.